ヒバリートとは、パンの代わりにグリーンプランテンを平たく潰してあげた、ものを用いるサンドイッチの一種。具は、肉、チーズ、レタス、トマトなどが、一般的で、ガーリックマヨネーズをかける。最初に作られたヒバリートはステーキを挟んだものだが、現在では、チキンやポークなどのバリエーションも広まっている。シカゴで飲食店を経営していたファン、ピーター・フィゲロアは、 フンボルトパーク近辺のプエルトリコ料理店、ボリンケンレストランで1996年にヒバリートを出し始めた。きっかけとなったのは、プエルトリコの料理店プラタのロコで1991年にパンではなくプランタンで挟むサンドイッチが作られたという新聞記事だった。ヒバリートという名は、ヒバロに指障子をつけたもので小さな田舎者を意味する。ヒバリートは人気を博し、 まもなくメキシコ、キューバ、アルゼンチンなど、シカゴ中のラテンアメリカ料理店に広まった。現在では、一般の飲食店でも食べられるところがある。ヒバリートの登場前からラテンアメリカには揚げ、プランテンで挟むサンドイッチが存在した。コロンビアの名物料理パタコンや、プエルトリコのアグアダで営業するプラタのロコで1991年に、生み出された料理などはその例である。グルメサイト、 デイリー・ミールは、あなたの知らない、人生が変わる12のサンドイッチと題する記事で、バリートを挙げた。ありがとうございます。